ように非常に大胆なサンバのリズムに乗ったような感じのリオのカーニバルを見るようなラウンドガールの今の動きでありました。これから第3ラウンドに入ります。第2ラウンドは10対9、このローマンが取りました。西条さん、はい、問題は先ほども西条さんからお話ご指摘がありました左のリードブローですね。これどうしてかいくぐっていったらいいでしょうか。あれですね、上体を小刻みに動かしながらですね、前にやっぱり待ってたなって。あ、いいパンチが当たったですね、はい、今パンチが当たりました、もうああやって攻撃しなきゃどうしようもないですね、はい、左のフック隠れるような感じ足を使います。ローマン、ここら辺がローマンの上手いところ。内田陣営はね、石橋さんがとにかくもっと手を出せと、手を出せもっと手数を出さなきゃダメだ、パンチ力があるからもっと打てと、はい、それから左は相手左は要注意だという指示が飛んでますね、はい、確かにちょっと手数が少ないですよね。そうですね、もう少し先々ですね、はい、打たれる前に打つっていうあのボクシングじゃないとですね。またこの左です、足を使います。ローマン、テクニックは最高。逆に内田としては、まあ、ガッツ石松直伝の幻の右があります。この右が一発当たれば十分に必殺の KO パンチを持っております。こちらボディを攻撃します。ローマン、足を使います。ローマンです、右のフック、これは空振り、手数がちょっと少ない内田、左のあと右を出しましたが、これはパンチがかすりません。あ、左、いい左です。チャンピオンのローマン構成。あのそれから斉藤さん、ローマンは時折あのスイッチするんですよね。ええ、そうですね、左になりますね、はい、あ、左です。あ、もう器用なボクサーなんですね、非常に器用なボクサーです、170センチと非常にリーチのありますローマン。2年前渡辺二郎からタイトルを奪いました。今回が2回目の来日。今回は奥さんのパトリシア夫人と、そして一人娘のガブリエラちゃんを一緒にこの日本に呼んでいます。わーっと右から入りましたローマン。それがちょっと右あんまり慣れすぎてんじゃないですかね。あ、内田がですか、もう少しもう、パンチを出さないとですね、その右も行きないで出ないですね、はい、倒すパンチが右だ、この右があります、この右があります。内田に取りました。この右西条さんの採点は10対10ですね10対10。このラウンド10対10、しかしラウンド終了間際いいパンチが決まりました。内田です。さあその第3ラウンドです。この右です。今のは西条さん、いい右が決まりますね。あとホローパンチで、それから次のパンチですね、次のパンチですね、飛び込んでですね、でも返せますね、はい、いいんですけど。久保田さん、はい、石松さんからこのラウンド勝負しろという指令が出ました。あ、そうですか。さあ前に出ます、内田が前に出ます。このラウンド勝負ということで、果たして内田がここでポイントを稼ぐことができるか、あるいは KO まで持っていくことができるか。下がりながら左、ものすごい形相でガッツ石松コーチの声が飛んでいます。前に出ます、左のジャブを当てる、右から飛び込んでいきました。内田チャンピオンのヒルベルトローマン、しかし西条さん、むやみやたらにこうどんどん前に行ってますからね、そうですね、はい、もうちょっと腹からですね、ダウンです、左が当たりました、ダウン。今なんですか、左がちょっと当たったような感じですね、足が揃ったところ、左が当たった。さあ内田が出る、さあ内田が出る。第4ラウンド WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ4ラウンド、山が来ました、山が来ました。内田が前に出ます。ヒルベルトローマンが下がる、ローマンをダウンさせました。
西条さん、はい、落ち着いて、そうですね、もうそう焦んないでですね、ゆっくり見てですね、はい、何しろ腹から腹からという感じが一番なんですけどね、もう少し下を打ちたいところ、はい、もう今内田はもう顔面だけに目が集中しているような感じですね。第4ラウンドダウンを奪っています内田。そのしかし内田の顔面が徐々に目のあたりが潰れてまいりました。第4ラウンドしかしダウンを奪っています内田です。さあ足が止まった、飛び込んでいきます。ここでロープに押し付ける。藤吉アナウンサーのレポートにあったようにこの第4ラウンド勝負だということで内田が前に出まして見事ローマンを倒しました。ローマンにダウンを与えています。チャンピオン、あ左ロック、飛び込んでくるところ左、両者を分けますリチャード・スチールレフェリー。あ右バッター右バッター右のストレートだ。さあ今度はローマンチャンス、ローマンチャンスだ、ローマンチャンス、ローマンチャンス、右を返す、左を返す、内田返す、内田ピンチだ、内田ピンチ、ロープを攻めました。すごい攻撃ですね。あー左体勢を入れ替えた。第4ラウンドは残り時間が少ない。ここでゴング、ここでゴングです。ここでゴング、内田最後は打たれましたがこのラウンドは10対9内田が取っています。今のダウンシーン、第4ラウンドのダウンシーン、この左なんですよね。左ですね、軽く伸ばした左、その前にあのいい右が決まってるんですけどね。どうですか、左ですね、やっぱり。放送席、久保田さん、はい、チャンピオンコーナーなんですけど、はい、あのやはり大変内田選手のパンチを受けているようですね。今左の本当ストレートですね、ジャブっていうより。さあ内田立ち上がりました、ピンチです。さあしかしご覧のようにだいぶ西条さん、あーっと右、すごい、左にダウン、すごいパンチが決まりました。ダウンのピンチだ、立てるか、内田立った、内田立った、ダメです、ダメです、勝ったかダメ、5ラウンド TKO、 ヒルベルト・ローマン初防衛に成功しました。第5ラウンド42秒、一旦は内田のパンチで尻餅をつきましたヒルベルト・ローマンですが、やはりさすがにチャンピオン、強いですね。最後のあの仕留めに行くところのそのフィニッシュなんかはさすがですね。もうなんですか、4ラウンドの後半にちょっとパンチ食ったのも結構内田君効いてんじゃないですかね。なるほどね、ダメージが完全に回復しなかったんですね。回復しなかったと思いますよ。ご覧のように顔にはあまり叩かれた跡がありませんヒルベルト・ローマン、これが初防衛に成功。世界タイトルマッチということになりますと世界戦は今回が10回目、ヒルベルト・ローマン、一方の内田は外人と戦うのも今日が初めてということで、まあ、実績、それからテクニック、スピード全てにおいてローマンが上回っていましたが、それにしましても内田よくやりました。勝ちました、ローマン選手に、テレビ東京倒すシーンもありましたからね、お客さん納得してるんじゃないですか。はい、まあ、人によりましては実力的には9対1ぐらいの実力があるんではないかとか、ね、言われておりましたから、はい、あのローマンをダウンさせたその内田のパンチの凄さですよね。そうですね、はい、もう本当パンチある選手は本当魅力がありますよね。いつですねそのパンチが炸裂するかですね。はい、内田さん、ようですか。いやー、よくやりました内田。こちらがヒルベルト・ローマン、スーパーバイザーのフランク・キルさんからただいまのノックアウトタイム、ご覧勝利トロフィーを渡されました。ご覧と、そしてリチャード・スチールレフェリーが左手を高く掲げています。5ラウンド39秒 TKO 勝ち、初防衛に成功しましたヒルベルト・ローマン。内田義行もよく戦いましたが、やはり実力差がありました。ローマン選手の本当にしかしよく戦いました。
西条さん、内田の顔がちょっと変わってましたもんね、はい、あの左だいぶこの目のあたり腫れてましたね、鼻血もだいぶひどかったですね、あの、はい、4ラウンドですか、あの4ラウンドに勝負に行って、まあ、結果的にはそれがどうなんでしょうか、まあ、いやあれはいい結果だと思いますよ、そうですか、あの倒してますからね、その後ですね、やっぱりその後ですね、やっぱりあのチャンピオンの方にですね、はい、それだけ実力があるっていうことですね、はい、この試合見てですね、それでは鈴木敦子さんから勝ちましたヒルベルト・ローマンに、インタビューしてもらいたいと思います。鈴木さん、それではよろしくお願いします。鈴木さん、ここ見ていいでしょ。それでは見事久保田さん、よろしいでしょうか。はい、それではお願いします。勝ちました、ヒルベルト・ローマン選手です。ロフェリフィダモスポルストリームフォーフェリフィダです。Muchas gracias, estoy feliz de poder regresar a Japón desde hace dos años cuando gané el campeonato aquí con Watanabe y hoy regreso muy feliz y qué mejor que con una victoria. Yo lo tengo muy agradecido al pueblo japonés porque me dio mucha emoción. Hace rato que salí del vestidor todo el mundo estaba aplaudiendo y reconociéndome lo que he hecho con este campeonato. やはり2年前に皆さんご存知だと思うんですが、渡辺二郎選手と試合をしているわけですね。そしてもう一度この日本に戻ってきて、そして皆さんが応援してくれてこのような勝利を収められたので非常に嬉しいというふうにまず言ってくださいました。sentió muy rápida la pelea. Sí, fue algo rápida. Él empezó muy rápido, pega bastante fuerte, me sorprendió desde un principio, pero creo yo que mi experiencia me sacó adelante y espero que así siga siendo.あの結果的には非常に早く終わってしまったけれども相手の内田選手も手強かったというふうに言ってくださいました。もうちょっとその辺を聞いてみたいと思います。ケレパラヒオスオポネント内田。Un peleador bastante fuerte, bastante valiente, más que nada porque cayó, se levantó y él quería continuar en la lucha. Yo lo admiro a él porque hay pocos boxeadores que tienen ese valor para levantarse y seguir combatiendo, llevando todas las desventajas.やはり大変強かったし、そしてあのとてもバラエティにパンチも飛んでいたということですね。そして何よりも倒れたのにまた立ち上がってきたというその力が素晴らしい、よく頑張ったんじゃないかというふうに言ってくださいました。En algún round sintió la pegada del retador? Sí, en el segundo round y en este último que me tiró, no, penúltimo, perdón, que me tiró, me sorprendió con unos rectos muy fuertes que se me lastimaron.内田選手のパンチが手強かったのは2ラウンド目と、そして先ほどダウンを取られた、今の最後のラウンドも非常に手強かったということですね。¿Qué otros proyectos tiene más adelante para más adelante? Pues queremos seguir peleando continuamente cada dos meses. Hay la posibilidad de que regresemos a Japón. A mí me gustaría mucho. Parece que hay otro retador aquí en Japón muy, muy fuerte. Yo espero que las negociaciones vayan por buen camino para poder regresar aquí a Japón.とにかくできるだけこれからもどんどんと防衛していくのが目標だけれども、また畑中選手という強いあの選手がここ日本にいて、その人とも戦わなければいけないので、それがとりあえず次の目標です。では以上です。Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias. チャンピオンヒルベルト・ローマン選手のインタビューをお聞きいただきました。こちら負けました内田義之控室です。西条さん、はい、西条さんももちろん勝った経験もあれば負けた経験もあると思います、はい、だけど今日は内田君よく頑張りました、ね、あのいい試合だったですかね。内容は良かったですね。ちょっと、まあ、あの左のリゾパンチですね、ちょっと食いすぎたっていうあれ、ですね、まあ、お客さんは本当に納得してると思いますよ。しかし西条さん、あの左のリードパンチは本当に素晴らしく速くて、そうですね、あのパンチですね、左をですね食わないけどもう少しあれなんですけど ね、 そうですね、いい結果出たと思うんですけど、はい、久保田さん、はい、じゃあそのパンチを食いすぎましてね、かなり腫れ上がったんですよ、目のあたりが、そうでしたね、もうこれでもう見えなくなるから、だから勝負をかけたんだということだったんですね。あ、なるほど。ただあの本人はね悔しいと、ちょっとこう涙を浮かべておりましたね。あ、そうですか。今第5ラウンド、それから KO シーンをもう一度ご覧いただくわけなんですけども、今のパンチはそれほど強いパンチじゃなかったようなんですね。だからあのなんですか、4ラウンド目ですね、後半ちょっと打たれましたからね、その後半がまだ少しですね回復できてなかったんじゃないですか。あれ左だったですよね、左のストレートですね、ジャブですね。そしてこれ今決まったのが左のフックでしたよね。
強烈な左でした。このパンチもありますね。ありますね、はい、当初はパンチはそれほど大したことはないんじゃないかと言われていましたけど、ね、やはり世界チャンピオンになる人というのはパンチ力もすごいですね。ありますね、パンチ。まあ、内田にとりましてはおそらくこれが最初で最後の挑戦ということになりますかね。まあ、残念ながら内田敗れてしまいましたけども、よく戦いました。もう一度それでは倒れた最後の KO シーンをスローでご覧いただきたいと思います。西条さん、ちょっと解説していただきたいんですけどもね、はい、これは2度目のこの後ですね。フックですね、ちょっとロングっぽいですね、少しですね。そうですね、はい、ちょうどあの顎のあたりに来ましたね。顎ですね、給食待ってますからね。しかし先ほどローマンもインタビューの中で答えていましたけども、あのパンチを受けてよく立ち上がりましたよね。そうですね、やっぱりそれだけ気合っていうか気合が入ってたんですね、このパンチ。いやー、よく手首のナックルも返っていました。ご覧のように目もつぶれかけていましたし、それから鼻血も出ていました。それにしましても素晴らしいチャンピオン。これはやはりチャンピオンのうまさ強さを褒めるべきでしょうね。そうですね、もうそれだけの実力差ですね。はい、